ともあれ雨は降ってない。今日は想像力にあふれている。同じ部隊に配属されてよかった。きれいな水が十分に用意できればいろいろと良くなるはずよ。
毎日の一番の楽しみは、うちに帰って娘たちに会うこと。インスティチュートは私の人生。あなたにもそうなってほしいわ。戻ってきてくれて嬉しい。困難な任務だったことは分かっている。だが不良人造人間の危うさをその目で見てもらう必要があった。ガブリエルたちは犠牲者を狩猟の記念に吊るすようなイカれた連中だった。肩がついてよかった。ガブリエルの犠牲となった人々には何もしてやれないが、その脅威が取り除かれたことが分かっているのがせめてもの慰めだ。だがその件はもう良い。課題は果たされ、人造人間は無事その手によって我々のもとへ戻ってきた。これ以上の成果は望めまい。よくやってくれた。留守の間に宿舎を用意させてもらった。基本的な必需品は全て揃っている。武器や装備も大量に用意されている。行ってみてくるといい。きっと気に入るはずだ。これで床がきれいだ。視覚レセプターが故障してるのか、汚れとホコリが見えるのか。同じ提案をすることになるが、できることは全てやった。この連邦臨時政府を維持するために4年もの時間を捧げてきた。同じレポートを読んだだろう。破綻し始めている。それも急激に。完全に破綻した後に起こる事態に備えて準備しておかないといけない。連絡を絶った方がいいと他の課に勧められたのは知っている。地下に隠れて誰も家にいないふりをしろと。それは個人的にはいい考えではない。それは個人的にはいい考えではない。あの人間たちを諦めるわけにはいかない。アンドロイドプログラムもあるんだから諦める必要もない。間もなくアンドロイドを地表に配備するのが可能になる。治安を維持するのに十分な数のアンドロイドをね。だから考えるんだ。分かったか。前向きに考えてくれ。世代プログラムには賛成してきた。筋が通ってるから。でもこれは悪いことしか起こらない気がする。ショーンが子供の人造人間を欲しがってるなんてスタッフにどう説明すればいいの。今行われている研究に何の関係もないのに。しかも見た目を自分の子供時代に似せろだなんて理屈がおかしすぎる。ダメ、できない、やらない。あなたの息子のためでなかったら私はここにいません。そう。
ファーザーがなされたこと、築き上げたものを見れば誇らしく思われるでしょう。メンテナンスを要する場合、施設部門に報告書を提出してください。我々が用意した部屋を見に行ってはどうか。使えない。全システム異常ありません。ファーザーがなされたこと、築き上げたものを見れば誇らしく思われるでしょう。こちらが新しい宿舎です。こちらでの用が済んだらファーザーがお会いになりたいそうです。ユニット X688 はあなたの戦闘スキルを高く評価しています。ああ、こんにちは父さん。教えてほしい。誰かに自分のものを盗まれたとしたらどういった対応をする？その男を懲らしめ、二度と同じことをしないようにする。実力行使を第一に選ぶことはないが、それが必要になる時もあるだろう。レールロードと名乗る集団がこの数ヶ月の間に行方がわからなくなっていたインスティチュートの人造人間数体を入手している。彼らは間違いなくこの人造人間たちの解放を目論んでいる。人造人間に感覚が備わっていると思い込んでいるのだ。
あなたはレールロードとは付き合いがあったな。つまり彼らの誤解に基づいた心情については理解しているだろう。彼らは善意でやっている、正しいと思うことをしているだけなんだ。リベルタリアの件を対処してもらったな。あれが彼らの身勝手で近視眼的な考えの行き着く先だ。普段の彼らは大した害でもないが、近頃は以前より大胆さを増している。そろそろこちらも対応せざるを得ないところまで来てしまったようだ。この人造人間たちの現在位置はすでに把握している。そしてレールロードが彼らを隠すより先に彼らを取り戻さねばならない。人造人間たちの居場所は旧バンカーヒル記念塔にある小さな居留地だ。だがこの件は早急に取り掛かることが重要だ。彼らの居場所を探知したことをレールロードに気づかれる前に BOS に人造人間の存在を嗅ぎつけられることも望ましくない。そうなれば事態がややこしくなるだけだ。一人でやるのか、それとも援護があるのか。バンカーヒルの外でコーサーが一人待っているはずだ。必要があれば援護を受けられるはずだが、この件はなるべく大ごとにしたくはない。
いんだよ、新米。Thank you.
入った。君はそのターミナルを上手に扱う。ヘイレンも感心するはず。何の用だ？
ス頭が現れないかな。足をきれいにもぎ取ってやるのに。少し郷愁を感じるのか。出ておいで人間、ごちそうがあるよ。
ここなら焦ることなくできることだけやればいい。アムが君を部屋に呼んでいるよ。ダイヤモンドシティの区は敵の管理下にあるわ。道具変数の存在を確認、データを分配、コーサーの活動に関する第三者の報告が3点あります。対象の行動パターン、場所、考えられる移動経路に基づいた分析が完了。結論、インスティチュートは活発にレールロードの所有品を探しています。一時的な解決策、可能な時にコーサーの脅威を取り払う。論理的な話に聞こえる。このユニットの論理回路は正常に機能しています。攻撃目標となるコーサーアルファは古い世代の人造人間と共に防衛されたエリアにいます。生存者を残さずにコーサーを排除してください。議論を終了します。DIA の貯蔵庫にランナーを送って報酬を分配、新しい任務がアサインされる可能性あり。システムがロックされました。オペレーション D パーティーの統計モデルを作成しています。隠し場所にはすごい技術が隠されているんだ。でもクレームドゥクレームはバリスティックポリマー製だ。軽くて防御力に優れ、普通の洋服のように見える。在庫があるけどちょっと待って、いろいろアイデアを考えているんだ。見せてくれ。準備してやるよ。もっとデータが得られる。時間があったから別のやつを配置する場所も見つけたぞ。何か必要なら俺もやっているよ。ミラから新しい情報は？ PAM はなかなか優秀で、ミラのカメラからのデータを全て保存している。環境センサーには何も。でももう少し時間が欲しい。何を持ってるか見つかった。
とても興味深い噂話を聞いたわ。噂ではあなたは実際にインスティチュートを発見し、そこへ行って帰ってきたと。信じられない話でしょ。ありえない話だ。その通りよ。リーコンに仲間のミニッツメンが短期間で成し遂げたことを、そのうちミニッツメンはインスティチュート、でもあなたの兵士たちが人造人間の解放について、ミニッツメンは人造人間を、ミニッツメンは連邦、そしてこれまでに何度も、そうだ、人造人間はインスティチュートの像を具現化した器。わからない。急ぐ必要はないわ。この空気は腐敗した不正の匂いがプンプンする。もし慎重に進め、これらの要塞はまだ使用されているかもしれない。お待ちしていました。それでこちらの状況は。説明は受けていると思いますが、標的は中にいます。レールロードに保護されている人造人間4体です。居留地住民の大半は無関係で、安全な場所に逃げ出すことが予想されます。状況は悪化している様子です。密かに近づくことはおそらく無理でしょう。中に入り人造人間を確保したら、私は彼らと一緒にインスティチュートに戻ります。よろしいですか。任務の目的は変わりました。銃を撃ちながら入ります。
ド固定。探したぞ。金なら持っています。見逃してくれたら差し上げます。 F633 リセットを開始する。認証コードデルタシックスアーカス。分かったよ、人狼。お願いです。 Z322 リセットを開始する。認証コードガンマ49タイフ。仕方なかった。そこの人造人間、お願い、やめて。B257 リセットを開始する。認証コードシータ93ストレータス。おい、人造人間。任務を続行せねばなりません。動くな。お願いです、やめてください。Y915 リセットを開始する。認証コードベータ77テンペスト。これで全員です。目的は達成されました。町へ戻り、敵が全て排除されたか確認してください。人造人間は私がインスティチュートに転送します。戻り次第ファーザーの元に出頭してください。それとお疲れ様でした。Thank you.
気はないね。俺たちに属するものを守るだけだ。なんだ。Thank you.
この野郎。
よくやった。何も置いていくな。恐怖感がにじみ出たぞ。敵をまた捕らえた。
センサー警報、異常を検知、敵発見。安全装置解除。Yeah.
師の休暇を取るには最適の場所だ。何を探せるかは誰にもわからない。素晴らしい。
なせる。純粋の X688 はあなたの戦闘スキルを高く評価しています。続けてください。
るまで戦え。なんだろ、ドロン。このクソッタレはどこへ行った。
受け渡し場所を攻撃する必要がある。ランドルフが君にメッセージを送った。ああ、もう一つミラがあればもっとデータが得られる。もし興味があればもっとミラを設置することができるよ。もし最新のすごいやつをチェックしに来たならよかった。もう行かないと。そうだね。ここでは常に見張られていると思う。ディグロビアンメソッドを使って再発分析を始めます。人造人間は全員逃がした。交差を排除した。任務の結果は交差が1体減った。任務の結果は正確に予測されていました。警告、さらに交差が発見される可能性は非常に高いです。サービスの提供に見合う報酬を。こんばんは。あなたがファーザーを元気づけたように、ファーザーも私たちみんな。戦闘を開始。保健所は一切ロジみたいな。
そこにいるのは誰だ。結局は出てくることになるんだ。役立つものはあったか。息子、私は人生で一度もインスティチュートの外に出たことがない。彼らにここに連れてこられた日からただの一度もだ。出る理由がなかった。だが今これでずっと前から分かっていたことが事実だと確かに言える。連邦は死んだのだ。ここに未来はない。人類の唯一の希望は地下にある。空気清浄スプレーをシュッとしてペンキを塗り直せば新品みたいになるさ。そのような単純な話ならばよ。ここに立っているとこの荒れ地で命を拾ったことがどれだけの幸運だったのかを気づかされる。そちらから見ればボルトから誘拐されたのかもしれないが、実際にはインスティチュートは私を救ったのだ。実際には私たち二人をな。でもなぜ俺を再冷凍した。もちろん安全装置としてだ。私は候補者として完璧だった。 DNA に欠損のない赤ん坊。しかしもし何かがうまくいかなかったり、もし私が死んだりしたら、インスティチュートは緊急時対応策を準備するのが賢明だと気づいた。戦前の DNA の供給源をもう一つ、できれば第一の被験者の近親者が望ましい。私の親がその役目を果たすべきだというのは実に理にかなっている。だからあなたはボルトの中で安全な状態で生かされていたのだ。正直言ってあなたをボルト111から出した時、あなたが外でこんな場所で生き延びられるとは思っていなかった。生き延びるだけではなく、どうにか私を見つけ出し、インスティチュート本体に潜入するとは、並大抵のことではない。じゃあ、お前か。俺を外に出したのは。ああ。私の決断だ。もちろん、あなたを再冷凍する必要はもうなかった。さらにその何が起こるかを見てみたかったのかもしれない。ある種の実験だ。こっちはあなたがどんな男性か見当もつかなかったのだ。連邦は他の全てと同じように
あなたを汚染するのだろうか。そもそもあなたは生き延びられるのだろうか。おそらく一番知りたかったことは、あなたがこれだけの時を経てもなお自分を探そうとするかどうかだった。答えはもう知っているが。ショーン、分かってくれ。俺は今もお前を愛してる。本当だと分かっている。いや、驚くべきことだが、バンカーヒルで成功を収めればもっと素晴らしいものがやってくるだろう。人造人間たちは無事に戻り転用される予定だ。ご苦労だった。あまり危険を冒さずに済んだことを願おう。人造人間が転用される？どういう意味だ？プログラムの欠陥を修正するため改良が加えられ、インスティチュート内で新たな職務を与えられる。これが初めてでも最後でもない。もちろんレールロードは引き続き悩みの種ではあるが、必要に応じて対処はしていくつもりだ。あなたに関しては、彼らの言う通り試験は合格だ。よくやってくれた。私からの感謝の気持ちとしてこれを受け取ってほしい。実際のところは我々の感謝の気持ちだ。インスティチュートの将来により深く関わってもらう時が来た。中で会おう。理事会が会議を開いているが、同席してもらいたい。待っている。もう十分見た。そろそろ中へ戻ろう。